女子の会議もっと。でもだいぶ慣れてる、前期。こじ開けてきたもんね。でも最初の方こう、こう寡黙な感じだから。それをみんなガンガン突っ込んでた。寡黙な寡黙でしたよ。寡黙だったのね。寡黙でしたよ。でなんか緊張してんのか不機嫌なのかよくわかんないし。え、早く、あれはこんな感じだって。最後の講義とか、あの講義の感想とかじゃなくて、うん、俺に対する質問の回になって、あった、一回一つ回すのに40分くらいかかってる。杉さんって職業何なんですか。質問じゃんそれ。何なんですか杉さん。いや、私ソフトですからね。あ、あなた一番ソフト。追い詰められたんですね。突っ込んでたの。あの確定申告はアーティストでしてますけど。そんな答えでいいの。生っちい話になったんですね。と怖い、怖いですね。授業の内容だから怖いな。じゃなくて杉さんに対する質問を突っ込みたい。でも分かる、分かりますよ杉さん、謎めてる。そう思いません、皆さん。謎めてますよね。飯塚さんも思ってらっしゃるんですか。いや、謎めてます。あ、なんか、やっぱり謎なんだよ。こいつも裏切った的なニュアンスが。違う。いや、言ってきましたよ、怖い。いや、俺、一期 の、 あの受講生に、旅学の一番の謎は杉さんですよ。七不思議みたいな言い方されて。いや、ナイスな。ミステリー。ナイスな。いや、多分、びっくりしたんですけど。そうやってね、連続受講の人とかね。定期的にまた戻ってくる人がね、来るんですよ。面白いね。絶対そうです。知りたい。気になるから、ちょっとあります、これ。謎の方がいいんだ。どうなんでしょう。で、こういうね、釜の、はい、そうですね。そういうの作ったりとかしてて、ね、一回あの持ってきてやってもらいたいなと思ってます。そうですね。はい。そういう、こう、なんか、本当に、あのインド料理をすごくお好きでいらっしゃって、はい、それを本当に向き楽しんでいらっしゃって、でご自身で楽しんでいらっしゃるだけじゃなくて、コンピューターとかそういうアプリがすごく強いので、はい、あれですよね、iPhone 関係の本も、はい、一冊自分で辞書を持っているのと、あとはそっち方面のメディアにかなり役には出させていただいています。で課金もしています。はい、なんでその、まあ、情報収集だけ、収集するだけじゃなくて発信する技術がすごく高い技術を持ち上げてらっしゃって、そういう意味でなんかすごい一人でも何でもできちゃう方なんで、なんかそういう、まあ、これからの、 なんかそのビジネスとか、なんか一人でやるとかすごい参考で皆さんの参考になるんじゃないかなと思いまして、で僕自身もすごい話をお聞きしたので、すごい参考になるかと。よろしくお願いします。早速なんですけど、はい、まあ、スライドっていうか、そうですね、見ながら、はい、お話をお聞きしたいと思います。